木崎さんがあまだ言えてないなってこうまだ話してない話し損ねた話あります？あ、その森保さん続投って話しましたけど、はい、それだけじゃなくてやっぱ反町さん外国人監督呼びたい噂があって。おお、どの辺を呼んでくるんですかね。でもねやっぱ代理人とかに言ってるのは、まあ、まあ僕が聞いた第一志望は J リーグで結果出した今ヨーロッパでもしくは過去にヨーロッパでやってるような監督、うーん、リカルド・ロドリゲスとか。まあでも、ああ何でもいい。え、誰？なんかちょっと木崎さんの表情変わったから。言っちゃいけない名前出したかな。いやいや、リカルド・ロドリゲスが候補にならないですから。ああ、そっか。ポステコグルーですか。どうですかね、誰だろう。おお、まあ一番ね、今セルティック CL でもやってましたし。なるほどなるほど。これあれですね、あの本当に大事な機密情報を木崎さんが喋らすにはそれこそ酒必要ですね。口割らすんよ。あのほら水の中に何か入れときゃいい。だってその外国人監督に代理人がついてるから誰から聞いたか分かっちゃうみたいな。ああ、そうですね、確かに確かに確かに。言えないですよ。まあでも外国人の監督でワールドカップ優勝してる国一個もないからね。それが確かにそうなんですけど、それってその国自体が育ってるじゃないですか。もともと強いんで。そうかそうか、まあ、そういう発想だね、うん。まあ、ブラジルとかにしてもそうなんですよ。強い国が自国の監督なんですよ、うん、自国の監督だから強いんじゃなくて、だ、まあ、だから優勝してる国はほぼ決まってるからね、5、6チームってことだな。その外国人か日本人かっていうより本当にあの監督がやってる質で選んでくればいいと思うんですけど、うんうん、これはだからね、あの勝負をね、あの外国人の監督にやらせればいいと。で日本のコーチが何人10人ぐらい集まってもいいから、もう とにかくワールドカップ期間中までどんどん強化を日本人のコーチ、いろんなコーチ集めてどんどんいろんなことをやらせて、うんうん、で勝負 あのちょっと1ヶ月ぐらい前になったら外国から監督呼んできて、お前1試合3000万って言ったら本当に勝つようにやると思う。あ、お金だやっぱり。お金ね。これ結構ディープな話を松木さんと皆さん聞きたいんですけど、監督って確かに指導者って育てるのって僕大事だと思うんですよ、うんうん、なんですけどこれそもそものセンスみたいなところってないですか。あのね、勝負師だよ。ですよね、うん、勝負師なんだよ。でこの勝負師を現場に送り込まなきゃいけないじゃないですか、うんうん、でも現場が勝負師を送り込ませないシステムになってるんですか日本って。それは勝負師っていうのは村があるから、うん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 、だから今の日本社会ではそういう村っ気のあるやつは使わないんだ、うん、まあそうですね、そういうことなんだ。安定感があってそうそうそう、うん、と思う。じゃあそれこそワールドカップの直前にも呼んでくるってことですね。あのそのそういうその例えばモーリーニョに強烈に お前ちょっとこれだけね今素材として、うん、俺毎回大会の前同じこと言ってるんだけど、もうちゃんとやって、うん、で最後その監督に任せる、うん、で今まで日本が失敗してるの全部逆だから、うん、長くやらさしすぎて本番になったらみんな失敗してる。ジーゴも失敗、うん、ザッケローに失敗、うん、ね、みんな失敗なの、うん、だから失敗させないために日本の組織がいろんなコーチ、たまにはさ手越くん呼んで代表に呼んで、でエンターテインメントはこうだよとかって話をしたりさ、はいはい、でこうやって強化していくわけよ、うん、それで最後のこれだけチームがある程度揃ったと粒が、うん、あもうメンバーもこういう方、はい、じゃあこれをあなた料理してくださいっていう、はいはいはい、でもう契約は1試合いくらだよ、うん、1試合勝ったらいくらっていう契約にしたら、うん、いや僕それ全然ありだと思ってる。俺だから協会、俺協会やらせてくれたら俺それやろう。喋っちゃったよ。ダメだよ。僕だから森保さん続投して次の最終予選クリアするとこまで森保さんで、うん、終わって最後の1年は外国人監督とかなんか日本代表今こういう素材出来上がりましたよと、これ使って残り1年でワールドカップに行く監督さん来ませんかって言ったら、1年限定ならトゥヘルレベルでも来てくれるんじゃないかなって。あ、なるほど。いや1ヶ月限定だよ、もう2ヶ月限定だよ、まあまあまあ、それだとちょっと時間少なすぎてもうちょっと親善試合したいとかあるじゃないですか。でだってあのだってロシアを見たさ、あのあいつオーストラリアの監督、韓国監督、あいやヒディングヒディングなんてもうほとんどいなかったらしいじゃん、ロシアの時も監督としてさ、うん、で最後大会の時に行って、うん、まあ、いいある程度 ね、うん、あ、答えを残したっていうから、うん、だから俺はだからあの監督一人じゃなくて、うん、もうコーチでいいと思うね、日本人の、うん、いいコーチいっぱいいるから今日本人、あのキーパーコーチにしたって、うん、ディフェンスコーチにしたって、うん、全部いいコーチどん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 あの投入して、うん、どんどん育てて下から上へどんどん上げて、さあこれでこのメンバーで行こうってなったらもういい監督を呼んできて、
1試合いくらそれめちゃくちゃいいと思うんですよ、ね、で それが、まあ、今回できないとして今回もちょっと現実的な案を戻すとこの直前になってあの一気にやり方とかフォーメーションとか全部変えるのってなしなんですかね。いやあるでしょ、だって選手がそれだけ対応できる選手じゃなきゃ選べなきゃいいんだよ、はい、僕が思うのが今までもそうですけどこのやっぱ対策ってしっかり立てられるじゃないですか、うん、で日本の場合ってあの戦術がないから自由って思われがちなんですけど戦術ないからこそ人を置いた時同じ現象ばっか起きるっていう、だからその指針がないから変化がなかったよね、はい、あの森保ジャパンもね、でそれこそあの、前あの岡田ジャパンの時も、まあ、急に4-1-4-1使ったりとか、なんかその感じで森保ジャパンがもう4年間言っちゃう、僕あの西のジャパンと同じ戦い方で人が変わったと思ってるんですよ今回。ああそうか、なるほどね。ってなるとこう、そうだね、ここだと例えば一気に5バックで 5-3 になりますとか、うんうん、まあ、そういうやり方、まあ、それを森保さんがやったらちょっと一番おもろいですけどね、うん、前の全体のロシアの監督が予選で5バックずっと使ってていきなり4バック使ってうまくいったみたいなのがあって、それぐらいですかね、あの森保さんにもし始まってそうなってうならされるとしたら、うん、ここで5バックかとか、うん、そうだよね、はい、いやここでじゃない、普通に終盤で5バックぐらいしか多分ないと思うんですよね、うんうん、その現状80分ぐらいからやりますもんね。で俺さ、ベルディの時にさ4バックでやっててさ、どこのチームも3バックとかさちょっとあのシステムを変えた時があって、で俺一時期中盤の北澤選手外してたんだ、はい、で、まあ、あのブータレスタンだ、うん、だけど口利かないんだ、いいよいいよやってくれりゃいいんだから、ね、出た時にやってくれる。でその時にサイドバックで使ったんだよ途中から、そしたら2点に絡んで北澤さんを、うん、そしたらガンガン行くじゃん彼は、うんうんうん、動けるし、そしたらもう全然相手がもうそれついてこれなかった、うん、だからそれはあの選手を変える戦術じゃない、はい、要するにポジションです、うん、同じ4バックやってるんだけどほとんど3バックみたいなもんだから、うん、右サイドはどんどん行くんだから、うん、そしたら相手のチームは困ったっていうケースがあったからね、うん、だから今おっしゃったのは、うん、まさにそういうケースでしょ、うん、まあ、それが一番あのドイツとかスペインとかは監督がそういう分析をしっかりしてくるタイプな監督な分、日本が今から同じフォーメーションでやり方は違うみたいなのができない以上、うん、まあジャイアントキング的なのをちゃんと頭使って起こすんなら運任せにしないならそのやり方だなと思ってます。ブラジル あの監督に俺話聞いたことあるんだけど、はい、あの俺たちはねテクノロジー使うと、うん、でいろいろデータも集めると、うん、でも最終的には監督が決めると、うん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 、でお前たち日本人はなんでそんなにサッカーが強くないんだと、俺らが使ってるテクノロジーは全部日本製だって言ってた。いい話です。なるほど、いいね。でもほとんど使ってないっつって。